全国で今日新たに確認された新型コロナの感染者は19万人を超え、過去2番目の多さになりました。ann のまとめでは、全国で今日確認された新型コロナの新規感染者は19万6 274人でした。20万人を超えた。今月23日に次いで過去2番目の多さです。 都道府県別では東京が最も多く3万1593人となっていますまた大阪で2万5762人愛知で1万5315人など14の府県で過去最多を更新しました全国で亡くなった人は114人でした